はい、こんにちは、ココメです。今回はトンボのモノグラフマルチを紹介したいと思います。はい、ということでこちら新商品になっているんですけど、モノグラフシリーズの新しいもので多機能ペンになっています。私はモノグラフシリーズ大好きなので、楽しみです。では紹介していきます。ということでこちらは多機能ペンになっているということで、シャーペンがついています。で、シャーペンの他にあと2色ボールペンが入っていて、赤と黒ですね。なので2プラス1ということで3機能ついています。で、この芯の出し方なんですけど、ここの上を回すとこんな感じで芯が出るようになっています。ここにレッドとか 0.5 とかブラックとか書いてあるので、ここをこんな感じでクリップに合わせるとこんな感じで芯が出てくるようになっています。まあ、ただこれ回転させるっていうのは結構面倒なことではあるんですけど、まあ、こんな感じでスリムなボディになっているので、そういった意味ではこうかっこよくなってるんじゃないかなと思います。で、シャーペンなんですが、ノックボタンはここの上ですね。この上を押すと写真が出てきます。押しやすくなってます。このクリップなんですが、こんな感じでモノグラフと同じ感じのものになってます。ここは統一感あっていいですね。で、消しゴムに関しても統一されていて、モノグラフっていう一番最初に出たシャーペン、そちらと同じ消しゴムが使えるようになっているので、でこちらは消しゴムは使いやすくなってるし、ちょうどいい太さになっているのでいい感じです。で、多機能ペンって結構私は大事にしているのが、消しゴムがついているかっていうのがあるんですけど、まあ、ボールペンだったら修正ペンとかも必要になってくるんですけど、シャーペンがついているということで消しゴムもあったらいいなと思うので本当に便利になってますね。まあ、ちなみにこちらプラスチックでできています。まあ、そういった意味ではちょっと安っぽくなっちゃうかなと思うんですけど、普通に学生さんとかも気軽に使えると思うし、600円なんですけど、600円とお手の出しやすい値段になってます。あとはデメリットを話すと、ここのグリップがちょっと滑りやすいかなというのと、あとはちょっと高重心になってます。ちなみにインクなんですが、こんな感じになってます。こちらは油性になっているんですが、本当に滑らかに書けます。こんな感じになってます。赤も滑らかです。こちらエアータッチインクになっているんですけど、エアータッチインク、こちらはトンボで売られているルーチェと同じインクみたいです。シャーペンはちょっとぐらつきがありますが、そんなに気にならないかなって思います。デメリットかもしれないですね。こちら 0.5 のシャーペンをこんな感じで出した状態で、消しゴムを使うとこう力の強い人だとこうノックしちゃう可能性があるかなって思います。でもこれこんな感じで1回ワンクッションしてもう1回押すっていう感じになってるので、これによってあんまりこう押さないようになってるんじゃないかなと思いますね。ちなみに家はこんな感じで6色あります。ということで紹介は以上です。やっぱりちょっと高重心が気になるんですけど、インクは滑らかだし、消しゴムもついて便利だし、見た目も結構スリムでかっこいいものになってます。
気になった方はぜひチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。